猫と人間のモテる男の条件が違いすぎた。猫のオスは、顔がでかい方がモテる。猫のオスは、顔や胸が毛深い方がモテる。顎周りの骨ががっしりしていたり、顎や首周りの毛がふさふさだと、敵からの攻撃が通りづらく、喧嘩の時に有利である。つまり、顔が大きい方が、喧嘩が強いとみなされ、モテる。猫のオスは、くちゃいほどモテる。猫社会には文字も写真も SNS もないので、不特定多数の異性に自分をアピールするには、匂いを使う。そこここに、体をこすりつけたり、尻尾をかけたりして、匂い付けする。匂いが強烈なほど、より遠距離まで届くし、より長期間匂い続ける。つまりくちゃいほど、女子と出会いの機会が増し、機会が増せば当然成功率もアップするわけだ。猫のオスは、おっちゃんの方がモテる。若造はモテない。瞬発力など、純粋な身体能力では、若造はおっちゃんに勝るかもしれない。しかし、喧嘩にも恋愛にも、駆け引きは必要である。猫はネットや本から学習することはできない。自分の実体験の積み重ねが全てである。その経験値が若造は圧倒的に足りないので、おっちゃんにかなわないのである。まとめると、顔がでかくて、ヒゲや胸毛がボーボーで、体臭が強烈なおっちゃん。がモテるので、人間で例えると、1ヶ月お風呂に入ってない両津勘吉さんなんかは、最高のモテっぷりだと思われる。